どうもー、りょうまでーす。今日は、りょうまーぼーと愉快な仲間たちの方で動画を撮っていこうと思いまーす。お願いしまーす。と、その前にですね、皆さんに謝らなければいけないことがあるんですけど、前、一年ね、記念の時にね、毎日ね、動画を9時に更新すると言ったんですけど、間が空いてしまって申し訳ございません、本当に。ですね、体調をですね、珍しく崩してしまってですね、なんかここでお話ししてんのがあれだから、ちょっとお散歩しながらお話ししようかな。そうなんですよ、珍しく、なんで燃えてんの、そこ。なんで燃えてんの、ここ。なんか火ついちゃったのかな。まあいいや、そうね、体調を崩してしまって珍しく。で、なんかまだね、完全復活ではないんですけど、まあね、一応ね、動画撮れるぐらいには回復してきたので、今動画を撮ってるんですけど、なんかそのね、症状が出たね、次の日ぐらいに、もう急いでね、病院行ったんですよ。で、見てもらって、そしたら、なんかその症状が出る原因が、なんか大体疲れかストレスらしいんですよ。で、自分最近お仕事もね、前ほどしてないし、なんか別に普段からそんな疲れたって感じることが別にないんですよね。なんかもうおねんねして次の日にはもう完全復活みたいな人なんですけど、で、ストレスも別に他の人間に比べると自分なんかそのストレスもね、受ける人間じゃないんで、あれれーと思ったんですよ。けどね、一つだけね、ちょっとストレスでね、思い当たることがあってですね、一年記念のね、動画の時にお話ししたと思うんですけど、なんかもうね、皆さんをね、好きすぎてね、辛いみたいなことをお話ししたと思うんですけど、原因としてはね、それじゃないかなと思ってるんですよね。実は、なんか夢結構自分よく見るんですけど、最近なんかこのね、動画をね、見てくれるね、皆さんたちがね、なんかいなくなっちゃうっていう、夢にね、うなされることがあって、実は今日のね、朝もね、それでなんかほとんどなんか寝れなくなっちゃってっていうのがありまして、だからね、それで体調崩したのかなーって思ったりして、もうどんだけ自分で皆さんのこと好きなのよって感じなんですけど、で、ちょっとね、長くなっちゃったんですけど、今日はですね、そんな好きな皆さんのですね、こちらをご覧ください。メンバーの一人の方なんですけど、6月そう10なんですけど、本当はね、この日に動画あげようと思ったんですけど、まさかのね、体調を崩してしまって、ちょっとあげられなかったんですけど、これからですね、まあ、あるものを作ろうと思いまして、上にね、作ろうとしてるものがまさかの、飾ってあるんですけど、これですね、ケーキ?お誕生日ケーキを作りたいなと思ってここ見たんですけど、まあ、あれですね、多分。メンバーの一人の方が、どうやらバースデーケーキをもう作ってくれたみたいで、でね、ちょっと自分からもね、作りたいのでね、早速、準備していこうと思うんですけど、材料が、ちょっとお久しぶりだったんですけど、そうそう、これ。ミルクと、卵と、あとなんだっけ、小麦?あ、小麦もある。ほとんど準備できちゃってるよ、これ。材料はね、ほぼ皆さんが準備してくれたやつになっちゃうんですけど、これね、確かにミルクがね、もう一杯必要なはずなので、ちょっと、もう一個作って、で、これで、ミルクでいいんだよ、これね。そう、ミルクが実はですね、これ牛さんから直接ね、絞る感じになってるので、でね、ここにはね、たくさんのね、牛さんたちもいるので、ちょっと一杯もらっていいですか?じゃあちょっとお乳絞りさせてもらいますね。わーいたします。あはははは。やったー。そう、これでね、無事ミルクも取れたので、ちょっと一回これおねんねタイム入ろう。ちょっと待ってくださいね。そうなんですよ。でね、やっとね、回復はしてきたんですけどね、まだ万全じゃなくって、本当はね、今すっぐにでもね、ライブ配信をね、したいんですけど、その中ね、夜にその症状が出やすいらしくって、確かにね、夜なんか、毎回出るんですよね。で、なんか、最近もほ
とんどおねんでできなくって、その症状とかのせいで、これも材料はあれだよね。揃ってるから、これ作業台、あったあったあった、ここで、できるかな？あれ？あれ？まだ材料足んない？わ、マジか、これ3ついるんだ。もう一回お乳絞りタイムだ、じゃあ。これ3倍もいるんだね。ってことで、じゃあ、もう一度お乳絞りタイムを、ちょっともう一杯ちょうだい。ごめんなさいね、ちょっと何回も来て。もう一回絞らせて。はい、いや、いい、やった。これでバッチリなはず。で、まずケーキを作りまして、あ、できたんですよ。これね、一回置くと回収ができないんですよ。これちょっと間違って置かないように、ちょっと今持っとくのやめとこう。どうしようかな、なんか、あれかな。テーブルを作りたいんですよね、こういう感じで。てかこれめっちゃおしゃれ、これ。あ、これホッパーで作ってあるんだ。ちょっと自分で、そんなおしゃれなものが作れなさそうなので、木材で、やらあ、ちょうどいいところに1個あるじゃない。じゃ、これで、だとちょっとメッセージを書く、あれこれあったっけ、あったあったあった。これちょっと、いただきまして、そう、看板ね、作るときね、これがね、すごい好きなんですよ、この色のやつ。あ、これ棒も作んなきゃいけないか、棒も作って、よし、オッケー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 。はい。はい、これで準備は、オッケーですね。よし。で、これをテーブルにして、トラさん、本当にお待たせしました。今日6月の12かな？ちょっと2日過ぎちゃったんですけど、自分からも、お誕生日のケーキを。これ大丈夫だよね？これ置けるよね？で、あとはメッセージを書くと、できますよ。せーの！おー！すごいすごいすごい！で、これ確かね、食べれるんですけど、これ今食べたらえらいこっちゃになるんで、じゃあちょっと看板を書きますね。はい、ではバッチリメッセージも書きました。トラさんお誕生日おめでとうございます。リョーマからのケーキです。トラさん見てるかな？もし見てたらね、ぜひぜひ、これ食べてあげてください。ここにね、ケーキね、バッチリ作っときましたんで。はい、ということでね、今回は、ちょっとあちら背景にしてもらいにしようかな。ね、作っていただいた素晴らしい背景で。はい。はい、ということでね、じゃあ今回はね、トラさんのね、お誕生日ケーキを作ろうという動画でした。ぜひね、召し上がってください。ということで、今回はじゃあここで終了しようと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。